皆さんこんにちは。鉄道動画チャンネル MC のドラグノフです。今日は N ゲージのこちらのパーツ、ホビーセンター加藤さんより発売されました285系サンライズエクスプレスの前面扉が開いた状態を再現できるパーツを紹介していきます。2024年現在、日本で唯一毎日運行する定期夜行寝台特急であるサンライズエクスプレスの車両285系は、N ゲージでは加藤さんから発売されております。こちらのセットは以前私の動画でも紹介させていただきましたが、品番101564と1565、285系の0番台7両と3000番台の7両、パンタグラフ増設編成、合計14両のセットとなっております。この度、2024年5月31日に、この同じ品番の商品が加藤さんから再生産されまして、それに合わせて若干のグレードアップということで、先頭車同士の連結面、前面の扉が開いた状態を再現できるパーツが再生産品には収録されておりまして、私が買ってきたのはそのバラ売りバージョンということになります。このパーツによって、従来からサンライズの車両を持っている人も再生産品を買わなくても前面扉が開いた状態を再現できるというわけです。では早速このパーツを中間連結面、ここの間に取り付けていきたいと思うんですけれども、このパーツの取り付け方、いろいろある方法の中でどんな方法を今回採用するのかを説明します。サンライズエクスプレスは7両編成の電車です。7両編成を2本つないで14両で走る場合もあります。先頭車同士つないで14両で走ることもあるということです。ということは模型でも14両で遊ぶときと7両で遊ぶとき、両方に対応させたいわけですよ。ってことはこの前面扉のパーツは完全に固定してしまうんではなくて、取り外しがなるべく簡単な方法で取り付けたいですよね。そのために使うのが磁石でございます。磁石によって前面扉を取り付ける方法は以前サンダーバード号の動画でも紹介した話になります。原理としては車両の一番前のライトユニットの裏側にネオジム磁石を入れまして、前面扉のパーツの裏側にもマグネットテープを貼りまして、磁石でくっついたり取り外しもできると。ただし、この方法には一個大きな欠点がありまして、それはですね、連結部分の両側にこの方法を施工することができないということなんです。もしこれ両側とも磁石で取り付ける方法を採用してしまうと、車両の内側に強力なネオジム磁石が2つ近接して存在することになります。ネオジム磁石同士は性質上反対の極同士になりますので、反発し合って最悪走行中に脱線を起こす可能性があります。よって連結面のどちらか一つは両面テープや接着剤などで前面扉を取り付ける必要があります。サンダーバードの時は基本9両編成を磁石で取り付ける方式にして、もう片方の3両増結編成、つまり3両単独で走らない側の編成は強度も考えてゴム系接着剤で取り付けてあります。だからもうこれ取れません。そして今回も私悩みまして、結局7両編成のうち後ろ側 JR 東海所属の3000番台の方はマグネット式で取り付けて、でもう片方の前の7両 JR 西日本所属の0番台の方はゴム系接着剤で前面扉パーツを取り付けることにいたしました。まあ、この方法では0番台の方は7両編成単独で走ることはできなくなってしまうんですけど、まあ、もしね7両編成でやっぱりこの0番台も走らせたいなっていう時が来た時のためにですね、ボディがあれば、ボディを差し替えれば前面扉がない状態も再現できるわけです。今回ボディの足パーツも出るんじゃないかなと思って上司に探したらですね、もうよくわかってらっしゃる、ありました。同じ番号クハネ285の5番のボディがちゃんと足パーツ売ってました。ちょっと高いですけどね。こっちのボディもね売ってたんですよね。285の5番とちょうど連結することになるクハネ285の3004番、私は今回は買わなかったんですけど、だから両方接着剤とかでくっつける場合でも両方ボディ差し替えればですね、7両編成に戻すことができると、そういう風に足パーツちゃんと用意してくれたんですね。さすがですわ。ちょっと作業の前に本当にちゃんとボディ一緒かどうか調べときましょうか。仕様変わってたら嫌なんでね。よいしょ、こうやって外すのか。よいしょ、こっちが元々ついてたボディで、こっちが RC パーツで買ってきたやつなんですけど、違いないよね。一緒だよね。見た感じ一緒ですわ。シール貼ってないのと、墨入れしてないのと、あと、アンテナのパーツが入ってないですね。これ予備のパーツ持ってるんで、まあ入れりゃいい話ですわ。つまめもね、ライトの構造なんかも一緒だと思いますし、まあ大丈夫かなって思います。それじゃあパーツの取り付けやっていきます。
パーツのバリ取りが終わりまして、次は貫通扉を開けた時のこの中、グレーのままだとダサいので、こう中黒く塗っていきます。パーツが組み上がりました。じゃあいよいよですね、このパーツを取り付けていきます。はい、クハネ285の5番側、少量のゴム系接着剤で取り付けました。乾燥まで待ちたいと思います。さて、乾燥を待っている間に、もう片方の磁石の取り付けの方もやっていきます。で、まず、車両分解します。分解めっちゃしづらいんですよね。後ろ外して、で、引っ張って、ここを引き抜くと。そういう風にするらしい。よし、いった。やれやれ。こちらまだ。分解できました。で、ライトユニット分解して、中ちょっと見てみないといけませんね。はい、できるところまでライトユニットばらしてみたんですけど、この奥、これ取りますわ。ここにですね、磁石仕込めそうかなって思いますので仕込みます。こちらのネオジム磁石仕込み終わりました。ピンセットが鉄でできてるからね、これ磁石めっちゃくっついて作業しづらいんですよね。だから爪楊枝で位置合わせしました。ライトユニットの裏側から布テープで貼り付けております。ライトユニットとの干渉も特になさそうですね。じゃあ、ここ取り付けて、大丈夫そうですね。分解したものを組み戻しました。先頭に磁石入ってますんで、このようにまあ、くっつくわけですよ。はい、完成いたしました。いかがでしょうか？めっちゃかっこいいですよね。右側の方は磁石で取り付けてあるので、取り外しが非常に簡単となっております。こんな風にね。はい、サンライズをお持ちの方は試してみてください。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。